Twitter と Instagram で前にちょっとオーリー悩んでる人の募集していろいろ送ってもらったんですよ。で、まあ結構みんな悩んでんのが、まあ個々別々なんだけど、その中でもう何通りかに分かれたんで、それをちょっと細かく解説していこうかなと。文章でやるよりも言葉の方が楽なんで解説していこうかなと思います。まず最初はオーリーの叩き足ができてない人、叩き足ができてないっていうのはパチンってこう跳ね上がってくるオーリーじゃなく、なんかベタ踏みしちゃって板が浮いてこない。ベタ踏みで板が上がってこないっていうのか、人がそれの改善方法というか、まあ練習法はジャンプするときに自分もうスケボーも何もなしで自分が高く飛ぼうとしたら絶対に足首こうやって使ってると思うんで、ピョンってそれをベタ踏みのまんまグッてやっても全然耐えれないっていうか、むしろこう時短だって言うんだっけ、こういうの時短だ、まあ足を叩きつけるような感じになっちゃうから、ジャンプするときはこうピョンってちゃんと飛ぶ意識をすることがまずオーリーの第一歩かな。まずテールをちょっとこうパチンってっていうのが結構俺の中でそれの改善法っていうか調子いいなっていう、こうやったらいいんじゃないかなっていう練習方法は、別にテールもパチンってつけなくてもいいから、このデッキの上でとりあえずつま先立ちジャンプ、つま先ジャンプっていうのか、こうやってで当たんないでこの辺でピョンって飛んでも当たってないよ、当たんないでヒューでも、あ当たっちゃった、ヒューでもいいから、とりあえずは地面をこう蹴って飛ぶんじゃなくデッキを蹴って飛ぶ練習&意識をするといいかなと思ってます。で次はテールの叩き足がこう叩くときにトラックが曲がんないように叩くって、すごい結構オーリー大事だよね、こうだよね、それがこうトラックがグニュって潰れながら飛んだりしちゃうと板がどっか飛んでっちゃうことが多いから、これが
ずれてると、そう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 、こうこっち側にしたらさ、もう弾いた時点でバッて板が曲がるようになる。バッて。逆に奥も一緒だし、こうやってクイーンってなっちゃうから、デッキがこうまっすぐ上がるように。これ大事。これがこうやって回ったりしないように、こっち叩いてもこうやって曲がっちゃうし、こっち叩いても曲がっちゃうから、まっすぐ、これ大事だね。できるだけこう飛ぶときに板がフラットなのを意識して飛ぶと飛びやすいかなと思っとりますだね。結構板のフラ、板をフラットにするって重要だよね、飛ぶのね。なのでまあそこを意識してやるといいかな。で次は板が曲がっちゃう人、オーリーして板がこう着地の時に曲がっちゃう人、これは2通りあるよね。1個は叩く足が下じゃなくてこうこうとかこうとかなんかずれて叩いちゃうと曲がりやすい。あとさっき言ったこのどっちか、トラックが曲がった状態とかで叩くとこう反発して曲がりやすくなっちゃうから、まあ、板が、まあ、さっき言った板が曲がらないように叩くっていうのが重要。これが1点。もう1個、曲がっちゃうっていう人の癖は、多分上半身がめっちゃ開く、飛ぶときにこうじゃなくこうなっちゃう。で足が後ろにこう引っ張られて曲がっちゃう。逆パターンもあるか、こう飛ぶときにこういう風に飛ぼうとして向こう側に曲がっちゃうとか。あともう一個、板が曲がっちゃう、板が曲がっちゃう人の癖、こうジャンプしてこっちの足もつま先で板がこう曲がっちゃう、するとこうクイッてなっちゃうから、前足はフラットじゃないんだけど、まあ、最初のイメージ多分このまんまズリズリズリってフラット、ちゃんと足の裏全体でデッキを踏んでて、足の裏はついてないんだけどこの側面全部を使って擦ってるイメージとかした方がいいかも。これがこう飛んでる時につま先側に一緒にかかっちゃうとこうなったり、逆にかかと側に行ってもねこうやってなっちゃうから、まっすぐ。あるからオーリーはまっすぐ、とりあえず叩き、すり足、もうこの板のビスとビスのここにビスがあるんだけど、ビスとビスの間
にもうまっすぐ上から下にビーって線引いて、ここ、このまっすぐのところを叩けばいいし、すり足もそれ状にこうやって擦っていけば基本曲がらないと思う。それがこうすり足がこっちにずれたり、この叩く場所がずれてたりとかすると板が変な方向に曲がったりしやすくなっちゃう。なので曲がっちゃう人はそこを意識するといいんじゃないかな。でね、昔教わったのはね、こう乗っけるじゃん。乗っけた時にこの靴がこう、ま、丸いっしょ、ここ、これとこのデッキの形がこうやって合うように的な。で親指で叩くとだいたいまっすぐ叩けるって言われたから、でまあそこから自分で微調整でね、ちょっとね板曲がるなと思ったらちょっとこっちにこうやって引いてこうやってやってって、あとこっちもあるからね。次はですね、オーリーして後ろ足が飛んでるのに前足が、え、後ろ足がピュンってなってこうやって飛んでるのにこういう感じで飛んじゃう人、板が斜めに、これの理由は叩くタイミングと擦るタイミングが同時すぎる人。こっち叩いてこっちに擦っちゃうから板が上がる力が生まれなくて横に移動しちゃうから、ちょっと浮いてもこういう感じ、ロケットみたいな感じで飛ぶ人います。でこれの改善方法は、前足が多分途中で止まってんだよな、この膝を上げるっていう、こうジャンプしてグーッとこう、この引き上げがこのここで足が止まってるから、叩いたこの状態で、で後ろ足の弾きだけでここは動かずグーってなるから、このままこうあんま高さ上がらずグーって、で前足くっついてかってなっちゃうので、叩いてするんだけど、するのを横じゃなく斜め上、もうむしろこうキック引き上げる、キックに足が来たところからギュ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 って引き上げてあげるのが大事かな。で引き上げてあげるとこう浮いてくるから、でまあこう板がフラットになるのはまた後で他ので解説するんだけど、まあ簡単に言うと板の上がりを前足で邪魔しちゃってるのがロケットかなって思うんだよね。だね。じゃあ次、これ俺の中でね、これがね一番見てて多かったんだけど、膝が前足ね、前足のすり足の膝が途中で止まってる人が多い。こうズズズズズって擦ってんだけど、キックまでちゃんともう足いってんのにここで止まっちゃうから、板がこの状態が多分ピークかな。で落ちながらピークができだけどってなるのが多いんだよね。
まあそれの理由は最初に言ったように膝が止まってるから、膝足がこの膝から下か、膝がここでピークまピークの時にはこっちにあった方が膝からちょっと外に出るイメージっていうのか、こう ズズズズズでここで止めんじゃなく、このこっからの最後の一歩が結構ピークの時にフラットにする重要な動きだと思ってて、それが結構ね動画見てると、送ってもらった動画ね見てると、やっぱ結構そこで止まっちゃってる子が多くて、やっぱそうなると板のフラットになるのが遅いからテールの足が離れるとかにもつながるし、このまあテール弾けて擦って、でもうこの擦って膝がここで止まってる人はあと一歩でできるんだよ絶対。あと一歩のこのできない人は、うん、こっからクッて最後のクがね、クができればするのを多分みんな意識しすぎて、ここで完結しちゃってる多分。じゃなくて実際この後のこれが大事じゃん。ここまではよくて、ここからグイッていう今のもう今の答えじゃん。ここで終わってるからロケット、最後の杭があればとりあえずフラットになるし、上でね、あとはまあうまくオーリーできてないって多分みんなが言ってるあれの今回見てて一番気になったっていうか一番みんなの共通点だったかなと思ってます。なんで擦り上げてからピークの時に一番ジャンプのオーリーのピークの時には平行にするイメージがないと、多分みんなこうピークの時にはまだちょっとロケットになってて落ちた時にこうフラットになるから、そこのね意識はここまで来たらもう一踏ん張りだね。もうここまでできてるのが多分できると思う。ただこの感覚がグッてここで止まるあれがあるから、それ来たらグイッてちょっと前にこっからグッてやってあげるだけでフラットになるかなと。そうだね、やっぱみんなこう見てるとグイッてここでここじゃなくこの後の落ちながらここでフラットになるから、うん、そこが大事かなと思っちょりますね。うん、なんかそうだね、物乞いしてる走ってやってる子とかも結構そんなのがやっぱ多くて、ダメだね。多分みんなもうちょっとできる動きなんだけど、それができてないのは多分自分のどっちかの足が邪魔しちゃってたりしてることが多いから、まあ、今回送ってくれた動画の
やつとか見てても、うん、多いかなと思います。そうだね、テールの足がベタ踏みになってるのと、後ろ足が、あと後ろ足が弾いてから上がってきてないのとかも、上半身が動きがこうなってんのに上半身の位置が変わってないことかね。下半身だけでこう飛ぼうとしちゃって、自分自身も飛ぶように意識するともっと飛べるかなって思うんだ。曲がっちゃう、弾けない、足が止まってる、上半身が上がらない、あとなんかある、典型的なオーリーのミス。あれだね、注意した方がいいのはすり足意識してここで引っかかってんの感じながらあと一歩やんないとすっぽ抜けて股に刺さるペンつって。なんかあります、タクトさん、あとオーリーのこここうやって気をつけた方がいいよって。あーしゃがみすぎね、確かにそうだね、一番こうグニュッ潰れてからピョーンって飛ぶよりはある程度でやって力貯めてポーンって飛んだ方がいいもんね。まあ今回の多分この送ってくれたやつで、で、あ、ここがこうなんだ、多分改善したらまた他のところができなくなるとは思うから、またそのうち気が向いたら募集するかもしれないけど、そんな感じです。今回あの協力してくれた人ありがとうございます。ありがとうございました。 ありがとうございますそんなんで